フレティ・ジラルデ、フレティ・ジラルデは、スイス出身の三つ星シェフ。20世紀における、最高のフランス料理人の一人として知られる。ローザンヌ近郊のクリシエにある自らの名を冠した、レストラン、ジラルデは、ミシュランガイドでスイス初の三つ星を獲得している。ゴーミオで19.5点を獲得し、ポール・ボキューズ、ジョエル・ロブションと、並び、世紀のシェフと称された。 芸術文化勲章とレジオンドヌール勲章オフィシエ、除勲。現在は引退している。ジラルでは、スイスローザンヌにて、父バンジャマンと母ジョルジェットの間に生まれる。父親は、自身のレストランをクリシエに開業する前まで、ローザンヌのベルビューホテルでシェフをしていた経歴を持つ。ジラルでは、幼少の頃よりスポーツに長けており、 地元のアマチュアのサッカークラブに所属していたほどであった。ローザンヌのレストラン、ルグランシェーヌに弟子入りしていたものの、将来の夢はプロのサッカー選手になることだったという。父のレストランの仕事でワインの買い付けのため、ブルゴーニュ地方に出張に行った際、ワイン業者からフランスロワンヌにある有名三つ星店、ラメゾンとロワグロに連れて行ってもらったことがあった。ジラルデにとって、 初めての有名店での食事であったが、その時シェフになろうと確信したという。その後父は予期せず56歳で逝去し、ジラルでは父のビストロを継いだ。当初は古典的なフランス料理が中心であったが、ジラルではより軽く繊細で革新的な調理技法を身につけていき、同年代のシェフと共に当時湧き起こったヌーベルキュージーヌの料理技法を展開していった。ジラルでは 自身の持つ新しい料理のスタイルで主によく知られている。ソースに小麦粉の使用を避け、代わりに煮詰めたブイオンでとろみをつける等がその一例である。現代の標準から見れば、ジラルデは伝統派に属する。特に人工的な食材を使用する点で、分子ガストロノミーには批判的である。1984年に著書フレディジラルデの料理を発行。 フランス語の他英訳版も発売された。ジラルでは自身がオーナーとなるレストランを1971年にクリシエに開業した。当時有名だった他のシェフとは異なり、ジラルではキッチンでの料理監修に多くの時間を費やし、ほとんど出張もせず、コンサルティングやビジネスの推奨行為も避けた。レストラン、ジラルでは徐々に世界一のレストランとも称されるようになり、 その手腕から世界で最も偉大なシェフと呼ばれるよう。1994年、初のミシュランスイス版が発売され、スイスで唯一のミシュラン3つ星を獲得した。1996年、ジラルデが60歳の時にレストランを1980年から、自身の下で勤務していたフィリップ・ロシャとフランチスカ、ロシャモーザー夫妻へ売却する。引退後、ジラルデは、 スイスロマンド郊外の村ヘシーで生活を始めたが、引退生活に退屈さが募り、ロシャとは幾度か衝突した。フードライターのコールマン・アンドユースによれば、ジラルでは他のシェフの動静をよく観察しており、特に父は店を売却したい時に売却できず、結局運営のストレスで早死にしたことから、自身の絶頂期に引退を決めたのだとされている。現在はロシャも引退し、 2012年4月からは、孫で忍ぶのはビオリエが店を引き継いだ。ビオリエは店名を、ロッテルドビルと改名。2016年版でも三つ星を維持していたが、2016年1月31日に自宅で遺体が発見された。自殺と見られている。ちなみに、スイスには三つ星は三軒しか存在しない。ありがとうございます。